ダビデ・エルネスティーヌ・ブリービオは、イタリア・ミラノ出身のサッカー選手。SSD ・ウニオーネ・トリエスティーナ2012所属。ポジションは DF。アタランタ BC のユース出身だが、2005年夏にアッコフ・フィオレンティーナに移籍し、翌2006年4月にプロデビュー。2007年夏にアタランタが保有権を買い戻したが、再び共同保有で、セリエ B のビ,ビチェンツァカルチョへ移籍する。 2007から08シーズンはビチェンツァでプレーした後、翌シーズンはジェノア CFC へレンタルされたが、2009年1月にビチェンツァへ復帰。2010年夏には US レッチェへ共同保有で移籍し、チームのセリエー残留に貢献すると、レッチェが保有権をすべて買い取り、翌シーズンまでプレーした。2012年夏、ユース時代を過ごしたアタランタへ復帰。 2014から15シーズンは、エラスベローナ FC へのローンでプレーした。2016年8月31日、ジェノア CFC に移籍した。しかし、出場機会に恵まれず、翌年8月31日には、セリエ B のビルトゥスエンテッラへシーズンローンで加入した。各年代でイタリア代表に選出され、2005年にはペルーで開催された。 FIFAU-17 世界選手権に出場している。ありがとうございます。